やめて。父さんやめてよ。やめろだと。俺はやめねえぞ。俺はやめねえからな。どうすんだ、やってみろ。なんだなんだ。あの子どうしたんだ。ねえフランク、怒らないで。あの子本当に本当に。なんだ。ごめんなさい。どうしたんだ。おめかししてちゃ出れねえ。あの僕本当にそれやりたくない。行きたがってないの。行きたくねえ。じゃあどこに行く。僕は大学の友達に会いに行くつもりで。はあ、大学か。そうか。そりゃがっかりだ。ごめんなさい。それが親への仕打ちか。やめてフランク。いいからお前は黙ってろ。ホテル経営だと。おめえの入れ知恵だろうが。父さんそれは違う。しゃべんじゃねえよ。父さんだと。おめえの親父じゃねえんだ。はあ、そういうことか。もうやめて。父さんやめてよ。やめろだと。俺はやめねえぞ。俺はやめねえからな。どうすんだ、やってみろ。そうだ、殴ってみろ。フランクやめて。黙れ。やれよ、一発ぶん殴れよ。思いっきり俺をぶん殴ってみろ。やれ。殴れねえみてえだな。俺の息子だったら今頃刺してる。俺は倒れ、胸の穴から最後の息をしてる。でもおめえにはできねえもんな。いいのよ。いきなりなんだ。はい。レントン。なんだ。弁護士を。ではご説明いただいた話によると、原告の副校長は恐喝の被害に遭っていると主張しているわけですね。シックボーイはどうしたいのですか。最近はサイモンで通ってる。分かったわ、サイモンね。 あいつの主張はその無罪です。あ、そう。オフレコだけど警察の話だと USB にサイモンの指紋がついてて、受取先の銀行口座を送ったスマホも見つかってるの。そうか。コカインも見つかってるわ。それは自分で使う分だ。個人にしては多すぎない？サイモンなんで。よく覚えているわ。まだヘロインをやってるの？いや。あなたは？いや、20年やってない。いいことね。おめでとう。ところで、あなたは動画に出てた人？顔は映ってないわ。何か特徴でわからない？お尻にタトゥーとか。ないわ。永遠には。バギナとアヌスの間のところだ。なんかムカつく。バージャズルもなしね。教えて、被告人とはどんな関係？お友達。マークは右に全く同じ。なるほど、弁護はできそうね。サイモンは撮影が同意の上だったと主張するの。実際原告に依頼されてたって。それで支払いが発生したことになる。コカインは認めて、初犯なのが嘘みたいだけど、リハビリ施設に入所して罰金1000ポンド、6ヶ月の執行猶予。この相談は無料よ。もっと必要ならこちらが料金。すごくリーズナブルだね。1時間の料金よ。だろうね。ありがとう。マーク、彼女ガキすぎるんじゃない？
これだ。 EU 中小企業開発ローン。Thank you.